皆さん、こんにちは。嵐の二宮和也さんが2023年9月23日自身の X を更新し、主演するフジテレビ系連続ドラマ「ワンデー聖夜の空騒ぎ」に痛烈なツッコミを入れているといいます。同日に同ドラマの制作発表記者会見に登壇した二宮和也さん、同じく主演を務める中谷美紀さん、大沢たかおさんに加え、江口洋介さん、桜井由紀さん、中村アンさん、福本莉子さんら豪華な面々が勢ぞろいしました。イベントを終えた二宮和也さんは X を更新しました。あんなにも出演者が集まるなんてすごい光景でしたと、豪華共演陣が集合したことに驚いた様子でした。一方で、そしてこの会見最大に気になったのは、全員集合で写真を撮った時の看板に初回15分拡大と書いてあったんだけど、後ろのプロジェクターには初回30分拡大と書いてあった。みんなはどっちと思う？と痛烈なツッコミを入れたのです。確かに制作発表記者会見で撮影された写真を確認すると、出演陣の前に置かれた看板には初回15分拡大と記されてありましたが、背後のスクリーンには初回30分拡大と記されています。最大のミステリーです。これにはドラマの公式 X もリポストする形で反応しました。申し訳ございません、初回30分拡大です、よろしくお願いしますと、初回30分拡大が正解であることを説明しました。ワンデー聖夜の空騒ぎは2023年10月9日からスタートします。今夏大人気ドラマだった二番に出演し、主演映画アナログの公開も控えている二宮和也さん、そんな二宮和也さんが難病を抱えているという噂が前からあります。一見とても元気そうに見える二宮和也さんが病気だということに驚きを覚えますが、本当なのでしょうか？ここからは二宮和也さんが抱えていると噂される難病の真相について調べてみました。調べてみると、二宮和也さんが難病を抱えているという噂について正式な公表はありませんでした。嵐が活動休止してからも意欲的に俳優活動や YouTube 配信などの活動を行っている二宮和也さんですから、難病を抱えているというのは考えにくいでしょう。また二宮和也さんはファンを大切にするアイドルなので、仮に難病を抱えていればきちんと公表してくれるのではないかという思いもあります。昨年は24時間テレビのメインパーソナリティも務めていましたので、そのタイミングで公表してもおかしくはなかったはずです。そもそも週刊誌や日刊誌にすっぱ抜かれても良さそうな話題でもあります。では二宮和也さんが難病であるという噂は一体どこから出てきたのでしょうか？調べてみたところ、噂の原因になりそうな理由が3つありました。1つ目は、難病を抱えた役を多く演じていたからというものです。二宮和也さんはこれまで俳優として難病を抱えた役を多く演じてきました。少しは恩返しができたかなって演じた難病を抱えた青年役や、マラソンで演じた自閉症を抱える少年役などが印象深いところです。最近では映画ラーゲリより愛を込めてでも、シベリア抑留の末に病気で亡くなってしまう役を演じ話題になりました。二宮和也さんはこういった役を演じるたびに少し痩せたり坊主頭にしたりして、なるべく自分を役に近づけた役作りを行ってきています。その影響で難病を抱えているという噂が出てしまったようです。2つ目は、一時期激痩せしたからというものです。二宮和也さんは太りにくく筋肉もつきにくい体質のようで、気を抜くとすぐに痩せてしまうそうです。これまでも何度も激痩せした姿でファンの前に現れては心配されてきました。最近では2019年頃、嵐の活動休止前の多忙さと自身の報道が原因なのか、激痩せした姿でコンサートに出演してファンをマイナスの意味で驚かせてしまいました。度重なる激痩せのせいで、もしかして病気なのではないかなんて噂が出てしまったようです。ファンも痩せがちな二宮和也さんを心配していて、二宮和也さんが食べている姿が少しでも見られると安心しているようです。3つ目は、腰痛持ちだからというものです。二宮和也さんが腰痛持ちだということはファンの間では有名な話です。時々腰をかばうような仕草が見られたり、
座っている時に一人だけ座布団を使用していたりと、かなり気を使っているように思われます。このことから腰痛、病気、難病という噂が出てしまったのだと思われます。二宮和也さんが難病ではないかとの噂の原因だと考えられる3つの理由のうち、一番気になるのが腰痛持ちだということではないかと思います。二宮和也さんは以前より腰痛持ちであることを話していました。ライブの最中に腰を悪化させ演出を一部変更したり、杖をついて移動をしていたり、点滴を打ってステージに上がっていたりと、本人の活動にも支障が出るほどの症状のようです。しかしそんな症状であることは一切表には出さないプロアイドルっぷりを見せてきました。二宮和也さんが腰痛持ちであることが発覚したのは2010年頃と言われています。二宮和也さんが20代後半のことでした。その頃から腰をかばうような仕草がよく見られるようになり、コンサートのバックステージの映像ではステージ中に発症したあまりにひどい腰痛のため急遽ステージ構成が変更になったことがありました。二宮和也さんが腰痛を発症したのは10代の頃の怪我が原因だそうです。まだジャニーズジュニアだった頃、バック転の練習を行っていた時に腰を痛めてしまい、座骨神経痛という病気を発症してしまったそうです。二宮和也さんは腰痛とすでに20年以上戦っているようです。アイドルにとってかなり辛い持病ではありますが、そんなことをものともせずに常に笑顔を見せてくれる二宮和也さんはファンにとっては最高のアイドル像と言えます。そんなプロアイドルである二宮和也さんが病気が原因で芸能界を引退するという噂があります。ただこれはあくまで噂であり、そういった正式な公表は一切ありません。噂の発端は二宮和也さんのラジオ番組での発言によるものだと思われます。2022年4月4日、二宮和也さんから次のような発言がありました。60ぐらいで一旦というか、退出するのもありかなと思っているんですよ、と芸能界引退について語り、話題になりました。この発言からファンが、60歳過ぎても引退しないで、ずっと見ていたい、と悲しみの声を上げ、そこから引退するという噂につながったようです。俳優として売れっ子の二宮和也さんですので、さすがに今すぐの引退はないかと思われます。グループとしての活動も嵐が活動休止して約2年半となり、再開してほしいというファンの声も多く聞かれる中で、何もないまま二宮和也さんが引退してしまうというのは考えにくいと思われます。同じラジオ番組の中で、もうずっと仕事していたい、24時間できることなら今の仕事が合っているなって感覚なのよ、とも語っていた二宮和也さん。アイドルであり俳優である今の仕事は二宮和也さんにとって天職のようですので、引退することはまずないと思います。2022年8月14日放送の行列のできる相談所に嵐の二宮和也さんが出演しました。意外なシーンで二宮和也さんの共演 NG が明かされたとして、視聴者から驚きの声が上がっています。番組では二宮和也さんが褒めたい人として子役の村山輝星さんが登場しました。村山輝星さんは同年8月27日から28日にかけて放送される24時間テレビ45で水泳1キロ、自転車40キロ、ランニング10キロのトライアスロンの計3種目51キロに挑戦する予定となっていました。その理由は2歳の時に亡くなってしまったトライアスロン選手の父光一さんからの遺言であることを告白し、スタジオでは練習の過酷さを語っていました。そんな中、村山輝星さんがハマっているというのがキツネダンスだというのです。スタジオには同ダンスで一躍注目を集めた北海道日本ハムファイターズのファイターズガールが登場しました。スタジオにいた満島ひかるさん、滝沢カレンさんらもキツネ耳をつけダンスパフォーマンスに加わっていました。パフォーマンス中、キツネダンスの元ネタや台湾のプロ野球チームで採用されていることなどを紹介しました。スタジオメンバーが一体となった場面でしたが、二宮和也さんが突然姿を消したことに視聴者からはある憶測が語られました。ニノさんはキツネダンスと共演 NG なの、ニノ消えた、画面に映ってなかった、日ハムと伊藤ハムでアウトってことか、ニノが消えたのは
特定の球団を支持することになるから、よそのダンスは NG なんだ。ジャニーズ厳しい。キツネダンスはニノはダメなんか。大人の事情か。数年前はキツネ帽をかぶってたのにキツネ耳は NG なの？など驚きの声が上がっていたのです。二宮和也さんは2021年3月に伊藤ハム株式会社のザ・グランド・アルト・バイエルンイメージキャラクターに就任しています。この時スタジオから姿を消したのはおそらく日本ハムの競合というのが理由でしょう。一方、過去放送の VS 嵐では二宮和也さんが攻め衣装に挑戦する恒例企画があり、その際全身キツネに扮する一幕があったとして混乱してしまったファンが多いようです。ファンにとって二宮和也さんの貴重なキツネ姿は見納めとなってしまったようです。いかがだったでしょうか。今回は二宮和也さんについて最近語られている噂話を取り上げてみました。嵐休止後もドラマ、映画、バラエティ番組の MC など活躍が続いています。私生活では結婚とお子さんを授かり、公私ともども順調で、かつジャニーズ事務所の看板タレントであり続けるというのはなかなか稀有な存在ではないかと思います。これまでのジャニーズタレントを振り返ってみても、ここまで大成している人物はいないのではないでしょうか。現在ジャニーズ事務所が揺れていますが、今後も二宮和也さん個人としては活躍は続いていくことでしょう。アイドル業、俳優業を天職だと話す二宮和也さん、腰痛と付き合いながらもこれからも積極的な活動が見られることを期待したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。